ああ、そんな前にもう接触済み。で、結局何だったんだ。手配魔女の退場よりも優先した実家からの呼び出しってのは。そんな言い方。別に私たちでも問題なく対処できましたし。足りめえだ。そういう話をしてんじゃねえよ。給与があんのはいい。だが、関係者が乗り込んでくるのは別だろ。てめえ自身はともかく、ちゃんと周りには筋を通してんのかって話だ。それは、一般人だろうが兵ゆえだろうが、両兵だろうが、そこんところは同じだろ。本来てめえが突っ込むべきじゃねえのか。ま、確かにな。親父さんあたりからそろそろ突っ込みが入ったか。どうしてそれを？いや、あくまで一般論だぜ。俺のスタンスは最初から話してる通りだ。だが、決めるのはお前だ。バイトを続けるのも、辞めるのもな。ああいった突っ込みが来るとなると、そうそう無理はさせられねえが。バンさん。その逆です。呼び出しもただの定期連絡で。父は忙しい人で、ペリちゃんみたいに手紙のやり取りすらろくにできなくて、3ヶ月ぶりに話せると思ったので、すみません。途中で外してしまって。そうだったんですね。本当は、先日の遅刻の件とか、バイトについて怒られると思ったんです。でも、知っているはずなのに、一言も咎められることもなくて。まあ、相当な大物が父親であることは多分当然で、なんなら多分すでに登場してる可能性があるんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど。誰だろうな。どうして?なんで何も言ってくれないんですか。危険なアルバイトはやめろとか、無断で地方に行ったりするなとか。成績も期待通り。やっぱりか。成績に数も守っている。先日の遅刻についても許容範囲だ。そんなあっさりバラさないでくれませんかね。さすがに聞き間違いないぞ。生徒会庶務としての評判もいい。世間一般的にはよくやっているだろう。その意味でプライベートにまで口を出す必要は感じないというだけだ。アニエス、お前に望むのは二つ。私を煩わせないこと、そして母さんに恥じない行動を心がけること。それが守れるならば行動の制限はしない。困ったことがあれば彼らに言いなさい。大抵は答えるだろう。わざわざバイトをする手間も省けると思うがね。ですから大丈夫です。バイトを続けても良さそうなので、これからは今日みたいに突然外すこともないと思います。アニエスさん。ま、家庭の事情に突っ込むつもりはねえが、フェアなのは悪くねえ。お前を信頼している証拠だろ。バイトにしてもゲネシスにしても決めるのはお前だ。違うか。いえ、違いません。改めてよろしくお願いします。バンさん、フェリちゃんにアーロンさんも。はい、もちろんです。せいぜいよろしくしてやるよ。お前は後輩だろうが。ま、こちらこそよろしくだ。ただし、お友達は何とかしろよ。毎度突撃されちゃ叶わねえ。はい、しっかり誤解を。うまく言い繕っておきますので。まともに説明したら、あの小僧とか泡吹きそうだしな。なるほど。これが嘘も方便ですか。正しい用法ですけど、参考にしちゃダメですからね。と、この番号は。バン、今いいか。お、リンゴか。そっちからってのも珍しいな。どうした？
なんか依頼があれば一呼吸ついたし相談に乗るぜ。話が早くて助かる。と言っても俺からの依頼じゃない。おや、ちょっとしたつてからお前たちへの仲介を頼まれてな。ほうほう。事務所の端末番号を教えた。受けるかどうかは話して決めてくれ。おい、ん、まあいい、了解だ。ご出服者兼情報屋だったか。俺様ほどじゃねえがイケメンだな。洞窟のおっさんとは違って。このガキ表に出るか。私はバンさんもイケメンだと思いますけど、バンさんが聞いたら泣いて喜んじゃうかもですね。ふっと早速来たか。はあ、よかった、つながったみたいですね。ん、え、何この方って。おいおい、驚いたな。さっきの昼間見なかった方もいらっしゃるみたいですね。リンゴさんに紹介していただいた依頼人のニナ・フェンリーです。なした。そんじゃ明日の夜7時にな。はい、今度はきちんと周囲に伝えておきますので。フェリちゃん、アーロンさんも今日はお疲れ様でした。で、フェリアともかく、お前もついてくるってか。当たり前だろ、あんな話を聞いちゃうな。私は言わずもがなです。やれやれ、ま、確かに気になる由来だしな。共和国南東サルバットか。次の出張先、映画祭ですか。毎年北のメッセルダム市で行われてるやつだな。2ヶ月前くらいのテロ予告で今年は中止になったって聞いたが。いえ、それとは別のものでして、中東のエルザイム公国の公園で今年から新たに開催されるものです。名前はサルバット映画祭、主催はベガスフィルムとなります。そうか、噂は聞いちゃいたが、確かド派手な映画を立て続けにヒットさせてる配給会社だったか。なんちゃらゴッチとかいうえらく濃い監督が仕切ってる。確かゴールデンブラッドの、ええ、新興の映画会社ですけど、大手に迫る勢いみたいですね。エンターテイメント性重視で、ちょっと表現も過激っていう。ねんねだね。R18 とか見てみろよ。あ、17か。私は16ですから。R17? ま、ほぼ専属の売れっ子監督、サルバトーレ・ゴッチの手腕だな。すると実質、ベガスフィルム関係の受賞で独占って感じかね。いえ、そこは完全にフェアにというのがゴッチ監督の意向だそうです。エンターテイメント作品よりですけど、招待されてる監督、俳優も多く、私ともう一人の依頼者もそのうちです。なるほど。そしてそんな時に、ニナさんの事務所に届いたのが、問題の脅迫状ってやつか。サルバット映画祭の参加を辞退せよ。さもなくば災いが降りかかるだろう。そんな内容の怪文書がうちを含めた関係各位に届いたんです。もちろんいたずらである可能性も高いとは思いますが、テロ予告で他の映画祭が中止になった以上無視もできないわけですね。その辺も狙って送りつけてきそうな気もするがな。ええ、事務所からは参加を辞退するように説得されていまして。ですが、経験も浅い私にとってまたとない機会であるのも確かです。もう一人の共同依頼者も同じ思いで、何とかできないか各方面に相談を。で、こちらにお箸が回ってきたわけか。顔に似合わずたくましいじゃねえか。昼間助けていただいた時に業界の噂話を思い出しまして、以前事務所のトラブルでお世話になったディンゴさんに仲介をお願いしたんです。要はリスク管理の問題だと思うんです。人気商売としては警察沙汰にして大ごとにはしたくない。かといってギルドにはどうしてもデリケートな案件は頼みにくいですから。なるほど。確かに規約優先で違法行為にも敏感みたいですし、ああ、基本的には正義の味方、清濁合わせ飲むっつうのは難しいだろう。
確かにリンゴの仲介で芸能関連の仕事をしたこともあるが、さすがにその規模の仕事は初めてだ。言っておくが安くはねえぞ。もちろんです。映画祭を守っていただくんですから。引き受けていただけるのなら、あさってには現地入りをしていただき、映画祭当日までの3日間不穏な動きがないか調べていただきたいんです。 4SPG でしたか。そちらの出張を通した形でも構いません。現地での活動資金、成功報酬もろもろを私たちのポケットマネーからお支払いします。太っ腹です。さすがは売れっ子スターってわけか。もう一人ってのも気になるが、うん、ラングポートよりも期間は長そうだが、どうするか。お、来たか、バンさん。そいつは、どうしてこうも百発百中で当たるかね。ああ、こっちの話だ。さすがに急すぎるから予定を確認して折り返させてもらう。できればこういった話は余裕を持って相談してほしいもんだかな。あさってにサルバット入りとなると、どうしたってドタバタしまいそうだ。すみません。何分お会いできたのが決め手でして。そうだ。急な依頼のお詫びも兼ねて、もし引き受けてくださるのならですが、現地の六つ星ホテル、アルジュメイラの。それ言っちゃったら、バンは 100% 引っかかるじゃない。ほう。参考までにそれはどんな代物だ。エルフィータっていうラクダのミルクを使ったショコラです。これまた貴重な生カカオと一緒に練り合わせているらしくて、官能的なほど独特で濃厚な甘みが舌の上でまろやかに広がって。プロ。ああ、わかった。十分だ。明日までには必ず連絡する。前向きに検討するから待っててくれ。満面の意味。リンゴさんのアドバイスが早速役に立ったみたいですね。それではお待ちしています、アークライドさん。差し入れとしてはそれ以上のなものねえな。ま、てめえのチョロさはさておき、俺もサルバットは初めてだし、せいぜい楽しみにしておくぜ。私は行ったことがあるので、ちょっとは案内できると思います。おお。ま、ついてくるのはいいが、片付けるもんは片付けとけよ。フェリーでは日曜学校、お前も最高譜があんだろうが。そうでした、数学の宿題もちゃんと終わらせないと。そのつもりだったが微妙にだりな。数日くらいなら無免でもいいんじゃね。いいわけあるかっつの。まさかあんなタイミングで光るとはな。偶然か。いや、雨の首都、悪くねえがかすかに匂い上がるな。乾いた砂漠に向かう前にせいぜい嗅ぎ回っておくか。さあ、というわけで夜の行動だ。さて、ストックタイムが1本。あー、フィートのストックタイムもあるのか。すげー気になる。まあでも一応ね、メインメンバーとの交流を優先した方がいいよね。とりあえず回るだけ回って、あ、ここにクエストがあるのね。とりあえず日頃の流れで、うん、一風呂浴びてく？はい。ふう、いい感じだ。
結構傷跡だらけだな。来た。湯冷めに注意してね。雨降りだしな。で、お、向かうとすっか。映画鑑賞。いらっしゃいませ。でもソバーキリアスって一回見たんだよな、確か。ほらな。まあでも多分集めといた方がいいんだろうな。こっち行くか。アンカービルと首都を結ぶアウトバーンにて大規模な交通事故が発生し、突如大勢の重症者を受け入れる事態となる。そうで限られた人員で開業すべく患者の優先順位が決められた。しかし熱血感な研修医は、研修医ショーンは命を選別するような行いに不満を抱く。そして自身の指導医であるブラウン教授に詰め寄るのだった。先に搬送された女の子がどうして後回しにされるんですか。命を天秤にかけるなんて、現場を回すための僕らのただのエゴじゃないですか。いい加減にしたまえ。君ももう学生ではないだろう。あの子が助かる可能性は限りなく低い。一人でも多くを救う現場にはトリアージが必要なのだ。だったら災害時用の医療テントの使用許可をください。僕一人で何としてもあの子を救ってみせます。わ、あんたか。はい、購入。いらね。あのおっさんの好感度はいらねえ。他回れないんだ。向かうとすっか。飾り。
お、なんか重要そうだな。確かになんかちょっと不気味な感じはするね。まあ一応回復もしてきたし、 CP もマックスなんで、ちゃっちゃとやっちゃおう。もはやこいつら相手にならんだろう。無邪気だな。おい、え、どういうこと？全然狙われないじゃない。よ、なんだよ、オカルトか。やばい、めんどくせえ。なんだ？あそこ、これ CP が増えんのか。あそこ、それそうだ。雑魚相手に CP 回復しよう。相手が悪かったな。 CP 回復のための戦闘を。怪しいな。お疲れさん、怪我はないな。生き返るぜ。CP タコやるわ。よし。戦闘終了。データを
処理するわ。おい、なんかいる。でも泥目に狙われることなんだ。アイリスシールド、こんな使えたっけ。もう注意か。こちらの番だ。微妙に足らんかった。お、幸運を落とした。さて、うん、ん？なるほど、やっぱりそういうことか。普通にオカルトじゃねえかよ。おお、おお、ある意味ミラーモレル高いんだけど。これで解決だ。ちょっといい話だったな。オッケー。よっしゃ。じゃあ今回はこんなもんでしょうかね。クエストも終わった。私、まあ、あとは、アーロンとの、イベントを見て、まあ、イベント進めていく感じですかね。はい、それまた次回やります。
では、英雄伝説クロノキ奇跡実況プレイパート53、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。